日本ハム新庄監督、3年目で最速10勝目達成。21日、日本ハムはロッテに5対0で勝利した。今季初の同一カード3連勝し、就任3年目で最速となる18試合目で10勝に到達し、貯金も現体制最多の3に増やした。この日は万波選手、マルティネス選手の2者連続ホームランなどで、今季初となる1イニング5得点を挙げ、快勝した。これにネット上では、1軍は2位、2軍は首位、ようやく育てた選手たちが底上げされて強いチームになってきた。新庄監督優勝したら、辞めてしまいそうな気がするけど、辞めずに続けてほしいです。良い試合でした。開幕前から今季は楽しみでしたが、リーグ2番目の速さで2桁勝利に到達するとは今季の最終順位も楽しみです。加藤投手の今季初勝利が、対ロッテに今季初スイープ、2試合連続の完封勝利は最高でした。加藤投手のテンポが良すぎて、試合時間が2時間半を切って、見ていてもあっという間に終わっちゃいました。加藤の打たせて取る投球も、守備が安定してないと無理だよね。当たり前のようにゲッツー取れるのが何より嬉しいよ。勢いそのままに、2試合連続完封勝利は最高の気分。捕手も伏見、タミヤと揃っているから心強い。次の楽天も下位とはいえ、散々苦手にしてきた相手だから勝っていきたいね。